2号艇山口哲司選手です。おはようございます。おはようございます。見事地元優勝ですが、ここまでレースをしてきてエンジンに特徴はありますか？まあ行き足から伸びだけいいだけですね。はい。そしてエンジンですが、優勝戦のメンバーの中に入ってのエンジン評価はどのくらいあると思いますか？まあスタートする時の足はまあ一番いいと思うんですけどね。はい。ちょっと乗りづらいんで、そこがレースに出てると思います。じゃあ今日はそこの微調整だけという調整になっていきますか？いやー、もう今日はまた一から多分やり直すと思うんですけどね。はい。そしてスタートですが、勘通りに行けていますか？そうですね、まあ勘通り行けてるんですけど、気が変わってね、ちょっと用心しようと思ってるんですけど。はい。そしてコースは2号艇ですが、どうしますか？うん、まあ1号艇小馬さんだし、まあバグバン通り行きます。はい。それでは最後に地元優勝に向けまして意気込みをお願いします。そうですね、まあ優勝戦にはよく乗るんですけど、優勝はもう記憶ないぐらいないんですけどね。まあ精一杯頑張ります。